ドリームチェイサーです。今回はこちら、ピクラ卵、ポケットモンスターのサン&ムーン。今回はこちらを2つ一気に入れていきたいと思います。前回入れてみてピカチュウが出てくれたんですが、他のキャラクター、今回出てきてくれるでしょうか？楽しみに見ていきたいと思います。はい。入浴剤の形はモンスターボールになってます。アップルの香りで赤い入浴剤になっています。ラインナップは全部で5種類。ピカチュウ、モクロウ、ニャビー、ロトム図鑑、アシマリのいずれかが入っています。子供たちはロトム図鑑が欲しいそうです。私はニャビー、モクロウ狙いなので、ここが出てきてくれたら嬉しいなと思います。では開けていきましょう。はい。こんな感じ。パッケージで見るとオレンジっぽい感じがするんですが、しっかりと赤い入浴剤になってますね。モンスターボールみたいです。はい、このつなぎ目のところから軽く引っ張ってあげると取れると思います。こっちの方がいいかな。はい。お、もうすでにリンゴのいい香りがしますね。甘い匂いです。こんな感じで、つなぎ目に対して十字になるようにラインが入ってますね。モンスターボールです。裏側には線は入ってないですね。はい。こちらも開けていきます。はい。同じですね。どちらも欠けることなく綺麗なモンスターボールでした。ではこちらを一緒に入れていきます。はい、では入れていきます。せーの、ドボン。真っ赤なんだけれども泡はピンクみたいな感じでとっても綺麗な色になりそうです。前回出てきたピカチュウをちょっと見ていきましょう。はい、こんな感じでした。立体的でとっても可愛いピカチュウです。はい、手のひらに乗せるとこんな感じ。大きさを比べるのは何がいいかな？はい、妖怪メダルよりはちっちゃいんですよね。こんな感じ。わかりにくいな。うちに出てくる、よく出てくるココタマくんですね。ココタマのこれはだし巻きですけど、だし巻きと比べるとこんな感じ。上の、チェーンを通す部分まで合わせて同じぐらいの大きさかな。でも結構ちっちゃいですよね。はい、とっても可愛いピカチュウです。ちゃんと自分で座らせることもできました。とっても小さいんですけれども、しっかりした作りになってます。後ろまでちゃんと彩色されています。はい、今回は誰が出てきてくれるでしょうか。もうそろそろ出てくるかな。後ろの方がシュワ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 となってますね。ここに一つありそう。二つのモンスターボール、どこに行っているでしょうか。お、そろそろかな。誰かな。あ、水色っぽいのが見える。誰だろう。お、泡が落ち着いてきましたね。ここら辺にもう一ついそうな感じ。え、誰。お、一つは出てきましたね。もう一つも出てきましたね。これは、子供が欲しいのと私が欲しいの一気に出てきてくれた感じ。では、先に溶けた方から見ていきましょう。はい、こちらから。この後ろ姿は誰でしょう？じゃじゃん。はい、ロトムです。ロトム図鑑が出てきました。子供たち狙ってたやつですね。手の部分が意外と薄いんですね。同じ厚さかと思ったら、この両脇の部分だけちょっと薄っぺらくなってるので、折れないように注意が必要ですね。真ん中の部分は少し厚みがあって、
でもちゃんとキャラクターそれぞれに合ったような厚さだったり大きさだったりしてる気がします。ピカチュウの時はこんな感じでコロンとしたフォルムだったんですけれども、ロトム図鑑は平べったい感じですね。はい、ただ後ろのところまでしっかりマーク入ってますね。もう一人はモクロウです。はい、軽く拭き取ってみました。モクロウ、ちょっとこの彩色が甘いですね。写真に載ってるのはこの形通りに綺麗にこう彩色されているようなものなんですけれども、まあこれは個体差あるからしょうがないんですけれども、ちょっとずれてる感じですね。目も寄っていて、まあこれはこれで個性があるような顔になっていて面白いんですけれども、まあ通常版の可愛いモクロも見たいですね。葉っぱの部分は綺麗にこうラインに沿って色が塗られているんですが、目の部分がちょっと寄ってますね。ただ爪の先のところまでしっかりと形ができていて、手も動きがあって、まあこれはこれでいい顔をしてるんじゃないかなと思います。後ろまでしっかり色分けされてますね。はい、モクロウはこんな感じ。3種類揃ったので、残る2種類、アシマリとニャビーも揃えていきたいと思います。はい、ということで今回はビックラ卵のポケットモンスターサン&ムーンのマスコットコレクション2つ一緒に入れてみました。では次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。